はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は12月の6日木曜日、時刻の方は19時30分です。ピュ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 ,ピュ,ピュはい、そして31分。へへへへへへということでね、i、えー、ビデオの情報になります、ねえー。おとといから盛り上がっている情報がありました。ねえー、こちらになります。テリンはい アイビデオ年末大感謝祭祭りということで、なんとなんと500円のクーポンをプレゼントということになります。太っ腹 <laughs> ということでね、えー、とこのね、クーポン。はいね、クーポン番号 trfzzcaueauchy。 えとこのクーポン番号はすでにえとね昨日かなおとといかなあの元気なおじいの動画すべての一番下の方にあるあのアイビリオ情報ねそこの,とこのクーポン情報も新しいのに書き換えてあるのでそこで期間限定としてねあの追加してありました気がついた方は気がついてる気がついてない方は気がついてないね えとこれを入力するとね500円のクーポンがいただけますで途中でねあのバグがあったみたいであの新規クーポンを使っ,あの使った方は100円マイナスになっちゃうバグがあったらしいんだけどもねうんあのなんか分かんないけどとりあえずおじいねよいしょこのようにクーポンの引き換え番号をえとサブの方でで入力してみましたねそうするとどうなるかというともともとあったエビデオポイントが400円分あって で今回、控えたビデオポイントは500円で、で合計あの900円で、ちゃんとね、500円分がチャージされました。で、まだこれね、あの1回も使ってないアカウントなんだけど、もともとの100円のあの新規登録のクーポンがあってね、でもう1個、なんだかな、なんだかキャンペーンかなんかで、なんか、なんか雨の日だ,なんだっけな、なんか忘れたけど、あったもんで、100円追加したんだね。 うん、それで400円になったんだね。あれかな新規会員用のやつが新しくなったんだから、なんか忘れたけど、300円プラス100円で400円あったんだね、これがね、チャージで。で、そこに500円足して、今現在900円となっております、ね。まあ、500円追加されて、で、あの、日曜日、水曜日に注文すればね、500円の事務手数料が0円。そして、 あの少量のね、540円のおうち、500円がこのクーパンで賄えるから、なんと一生経費が40円で済んでしまうっていうね、いやー、太っ腹だね、ほんとね、アイビデオさん、もう動かっちゃって、もう動かっちゃって、もう、イビデオ、ウエヘヘヘヘって感じでね、もう笑いが止まんないんだろうね、本当ね、アイビデオさん、笑いが止まんないですか 今年のお正月ね、あの、よし、来年頑張ろうって思ったかもしれないけどね、来年今年か、ね、どんな一年だったでしょうかね、儲かった一年だったでしょうかね、はい、そんなわけで、元気なおじいは、今回ね、あの、追加情報がありますね。えっとね、元気なおじいは、この、今これね、あの、韓国なんだけど、うん、韓国なんだけど、この、 韓国のジャパニーズデータ。データというか、これね、ここのところから見て、今、おじいはね、これをポチりました。久しぶりなんだけどね。はい。えっとね、年1年半ぐらい前の動画を見てもらえばね、わかるんだけどもね、au のやつ、ここ無制限って書いてあるけど、これ嘘です。100ギガプランです。これはね、確かね。 で、あの、よく通信が切れる。で、あのね、踏ん張ってくんない <laughs>。でも、ものすごくバッテリーの持ちが良くて、イケケケンさんが大絶賛していたやつなんだよ。どうしてこれを返してしまったんだろうつってね。 バッテリーの持ちが、ね、めちゃくちゃいいって言うね。まあ、そこでもそんなびっくりするわけでもないし、ねあの、おじいはね、だめじゃんこれって言ってね、あのダメだなってダメ判定しちゃったんだけど、あの日本ではね、そんな、まあ、無制限で出すことができないから、意識バレちゃったんで、あの海外の方でこっそりと、ね、あの出してます。 まあ海外の方では孤立に無制限なんてねあの出してるけど無制限じゃないですこれねで今回ねあの1ヶ月ちょっとお試しでね今注文しましたこれねでこれ注文した事情はもう皆さんもお分かりの通りねあの今日何が原因か分かんないけどもソフトバンク回線がねあの使えなくなりましたで元気なおじいはいや困ったんだねあの で今ここにいる間はあの光の w i f i を久しぶりにオンにしたんであの通信自体はね、あの大丈夫だったんだけども、まあ、ちょっとこれ出先とかあと非常用なんか使う時困るなと思ってで、ちょっと au をね、久々にじゃあちょっとどんな感じなのかなと思ってね、あれから少しは条件変わってるのかなと思って、まあ、ちょっと興味本位に、ね、注文してみました。あの サンマリオン z t とかサンマ 303ZT はね皆さんの無制限を目的に借りているので、まあ、この100ギガプランのねこの a u にはあの皆さん興味がないと思いますこれねでお値段の方も安くない3696円に食事税なんであの本当値段も安くないし日本のまかないにもありませんただねバッテリーの持ちはね本当にいいんだよでただね省,省電力機能が働いちゃうのでよく 切れちゃうねまあでもバッテリーはすごく模試がいいあの表示する部分が少ないからね英雄回線なんであのまあちょっとね保険のつもりで年末年始何があるか分かんねえなと思ってこの,この様子だとだ万が一ソフトバンク回線がねまた何かあったらちょっとやだなと思ってで皆さんもほら今の視聴者様って この au の端末知らないでしょもともと日本でね、扱ってたんだよ、これ。おじいが i ビデオをあの来た時にはあったような気がする、確か、うん。違ったかなどうだったかなあと、その後に来たんだから、サンマリオン、サンマリオンと一緒にあったような気がするけどな。うん、で、おじいも一回借りている、ね。で、イケケケンさんも借りている。そんな au の端末です。おじいの再生リストにね、確かあるはずだよ。 うんとね、おじいの再生リストを見るとね、ちょっと見てみようか。えっとね、なんとか11ってやつなんだよね。あったあったあった。はい、おじいの再生リストね、これね、11本の動画があります。ここでね、えっと、HWD11 ってやつで50本の動画があります。まあ、ここを見てもらえれば、 どうして日本からこの au がなくなってしまったのかね。だいたい流れが分かっていただけると思います。フレ1に見てってくれればね。だんだん流れがね分かると思います。これはあの英雄事件です。これね。あいビデオも au は仕掛けたんだよ。これ前はね。でこの au が来るので、まあもしちょっと皆さん興味があるようだったらね。おじいも久々にこの情報を出してみたいと思います。 そしてね、えー、とあともう一つね、ちょっと気になってるのがあって、えーとね、この SIM カードっていうところがあって、でここにねあの、ジャパニーズ、ねえーと、これは台湾なんだけど、ジャパニーズ SIM がね、これ3つあって、でね、えー、とこの、まあ、1日300メガ、ね、これが980円。 4日で980円だから、1日目から確か追加料金かな、ちょっと高いんだけどもね。で、これは1日500メガ、で、これは1日1ギガ、ね、もう1350円、高いんだけど、で、これね、あの、これであ、本製品はクーポンを使用することがねできませんってことなんで、クーポン、 クーポン対象外だそうですね。クーポン対象外ってことは、あのー、いろんなクーポンがあるけど、ね、そのクーポンが、ね、使えないっていうことまあちょっと残念だね、これね。うん、それで、えっ、ー、とね、これはね、日本の旅行者の方に利用、ね、ソフトバンクの回線で、えー、4G、1日1ギガまでね。で、チップセット、これね、3種類。 対応できますよと、ねでまあ、使用した後すぐに捨てても返却をしなくてもいいですっておおってでご希望通りの日にちを選択することができますってことよねで最初こう4日間が1350円で1日追加ごとにね1日追加ごとに220円。 ね、だからね、えー、っと1か月借りるとね、いくらなんだ、これ、えー、1000六千6600円から、えーえー、5500円に1300、百、ま、六、あ、0 0税別かな、7000円ぐらいかかるってことかな、7000円ぐらいかかっちゃう。ね、あのえー、らい高いんだけど、7000円ぐらいかかっちゃう。 でね、あとこれね、iOS システムをサポートしていません。そして、Android を一部機種、タブレットに適用されません。100%サポートするものではない点に注意してくださいということでね。SNS をサポートしますということで。まあ、とりあえずね、これ、ちょっと一か八かで、4日間だけちょっと延長ができないからね、これね、確かね。 延長ができない1350円で4日間で申し込んで,で1日あたり220円で追加なんだよねでねこれ返却あのそのまま使い捨てなんで、まあ、ちょっともし使い勝手がいいようだったらあの2回目の注文でね扱ってみるとかそういうのもねありなんじゃないかな1日1ギガ1か月で30ギガね で、えー、っと、ちょっと待ってね。一番ちっちゃいのが何がだっけもう回線くる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 って、なんか回線死んじゃった。ちょ、ちょっと待って。えー、っと、回線が死んだ。ちょっと待ってね。えー、っと、台湾の一緒、ちょっと待ってね。えー 韓国の一覧表に行って、よしょ、戻った戻った。よいしょ。えっとね、一番安いのが980円でしょ。1日300メガ。で、これも1日追加で、これはいくらなんだろう、1日追加。あ、140円なんだ。140円ってことは、えっとね、ちょっと待って。 えっ1 4 0る1 4 0 × 3 1、えー、から4引くと27かな合ってる2 8 2ね二2 7プラスプラ、え、ス、ー、980円31日借りるとわちょっと高いなえー、っと はい、4760円1日300メガで4760円、ね、という値段になりますこれねそれで、えー、っともしさっき見たこっちの1日1ギガのやつ、ね、これだと220円なんでえー、っと 220×27 足す えっと、1350円は、7290円。ね。最重ギガプランで7290円ということになります、ね。で、これがさ、あのもしこの SIM が、あの、使えるんだったらちょっとお今後面白いよね。あの、まあ、モナ・ SIM みたいに安くないからさ、まあ、実用性は皆さんのおすすめではないんだけれども、 でもちょっとおじいの興味としてね、あの、弓出ジさんのね、あの、A3 プロね、あの、擬摘マークがね、ちゃんと取得できることを前提でね、で、借りておけば、ね、いつアップデートで通ったとしてもね、まあ、いろいろ使えることができるわけでね。で、あとおじいのとこには V580 もあるからね、まあ、とりあえずどっちかの Android で使えたらいいなっていうね、最初はちょっと置かないから、あの、お試しで。 ね、お試しでちょっと1個借りてみてよかったら次の注文でちょっと長く借りてみるとかやってみたらどうかなと思うんだけどどうでしょう、まあ、これさおじいが今このね、えー、と韓国で借りるこのジャパニーズ SIM ソフトバンクの SIM ねもうみんなこあのもう今日の今日だからさソフトバンクみんな興味ないでしょ <laughs> まあ興味ないとは思うんだけども一応でも SIM っていうものに興味があるでしょ 皆さんどうよ、ね、でこれがさあのサンマリオン ZT のね太田さんから提供いただいた端末に入れてみてあのシムフリーのサンマリオンに入れてでそれがどうなるかとかねそこもちょっと興味あるでしょだもしね興味がある方がいるんだったらあのこれ借りようかなと思うんだけどあの OG も別にねこれ。 まあ興味はあるんだけれどもこれを借りて紹介したところで皆さん借りないよねであのグローカルミー G3 あれ2種類借りたけどもあの知りたい方がいてくれたからおじい借りてねこんなもんだよっつってあれ3日間だけかねあれ5日間かねそれ借りてまあちょっちゃってやって返却したけどもねもし皆さんこれちょっとどんなものなのか興味があるんだったらおじい借りてみようかなと今回はね うん、であのその動画を見てね満足してくれるんだったらおジこれ注文するよどうかなと思ってねまあいつでも注文できるんでねこれはね、うん、なのでまああのねほあの皆さんのおかげで今週もねほんと2人か3人ぐらいねおじいのメールアドレスで本当入ってくれた方がいるんでねほんとおかげさまでねあのいくらでも借りることはできるのでね皆さんの情報のお役に立つとならば。 そしてね、まあ、気になるそのおいしょバンドなんだけれども、えー、とバンド1バンド3、はい、そしてプラチナバンド、ねえー、8で11そしてここだねあの抱き合わせ用の28で48こ,ここら辺ちょっと字わかんないんだけどね、うん、ここら辺がちゃんと対応してるであと 3G がバンド1とバンド8に対応してますよということなんで まあこのバンド対応についてはまあちょっと期待できるよね普通にね。でこのシムは速度がどうなのかなっていうのもねちょっと興味はあるんだけどもねまあポチン内容今んとこね皆さんの意見を聞いてポチろうかなと思います。どうみんな興味あるシムにねおじいもねたまたま見ててねあの気がついたんだねこれねああと思って。 あとは、i ビデオに関して他のところ全部なんか更新があったけど見たこと値段が変わってるわけでもないしうんまあ今のところ追加の情報はないから au を1個借りましたっていう報告と SIM があるから誰か興味があれば借りますよっていう情報ね以上ですあとは500円のクーポンこれはもうおじいの,あのこのコメント欄ね下の方見てもらえばもう書いたからね これそのままコピーできるようにね、これを入力してもらえば OK ですで。新しくなったあのなん新規登録の代わりに LINE クーポンなんかなんあ、違う、ツイッタークーポンかねあの、それもちゃんと書いてあるからね、新しく更新してあるからねあの、新規登録する方は、おじいの下のところを見て全部コピーしてくれれば OK だと思うよ。一応念のためにどうなっているのかちょっと皆さんにお見せしたいと思います。 えっとね、ちょっと待ってね。えっ、ー、とね、元気なおじいの、よいしょっと。下のところにかなる。えっ、ー、とね、うん、これだね。はい、元気なおじいの動画のね、えー、と説明欄見てもらえれば、ちゃんとここでね、えー、このように、こう、よいしょ。クーポン利用でお得に無料チャージっていうことで、ちゃんとこのクーポンを A、B、C、これね、ちゃんと、 最新のものもになってますこのクーポン A があの新しい Twitter なんだね。今まではあの新規登録用のやつがあったんだけど、それがなくなって入れ替わりになりました。これがあの TR から始まるものになります。で Facebook と ああののだっけあのもう1個 LINE の方かそれ番号変わるかなと思ったけど今のところ変わった形式がないのでね、えー、そのまんまにしてありますそれで12月9日までの、えー、とこの500円のクーポンもここに貼り付けてあるのでねまあ、これを機会にねあのー、また新しいアカウント予備,予備も含めて作っていくのもいいかもしれないね。これねはい そんなわけで皆さんでね、賢く使いましょう。こういうものはね。以上、おじいでした。最後まで見てくれてありがとね。暇つぶしになったよって方はね、あのグッドボタンを押してくれたら、おじいも励みになります。以上、おじいでした。またね。バイバイ。ピょピょ。